はい今回は成田雄介の正体およびアメリカ永住権取得という謎のニュースこちらについて考えていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、ちょっとはっきりとわからないところもあるのでまあ憶測っていう部分も含まれますが、えー、この成田雄介っていうまあ人間はテレビによく出てきますよねで僕は大嫌いです全く支持しません でたまにですね、この僕とか、まあ、リスナー様でもこういったことを言われるかもしれないんですが、多分ね、こういうことを言ってる人って、自分が言ってる矛盾に気がつかないんで、まあ、その矛盾のからくりと、まあ、皆様に、この成田悠輔っていうまあ人間とか、まあ、どういったことになってるのかっていうことをお伝えしていきますね。よく、あの、成田悠輔は左側だとかっていうんですが、右とか左とか言ってる時点で、こんな話なんで分かるわけないんですよ。で、その,あの、もう矛盾にですね、そういうことを言ってる人たちとは何も気がつかないんで。 成田悠介って何者っていう話一言で言うと外国勢力のスポークスマンです外国勢力にまあ言われたあるいはですね、えー、まあ染められた考え方を言っているそしてそういうことをしようとしている、まあ、それに気がつく必要があるんですが、まあ、そういったことを調べて分かりましたので,でこれアメリカ永住権取得っていうまあニュースが出てるんですがまる、うん、っきり意味が分からないんですよこんなニュース自体ね、まあ、国民のまあ目線そらしかなと思うんですが、まあ、この成田悠介っていうのはこの イエール大学っていうのの準教授かかなんかしてるわけですよや、ね、いやいやいや、アメリカの状況わかってるでしょなんか知らないけど、ね、アメリカに、えーまあ、永住権を取得して、トイレが詰まるって、いやいやそんなこともわからないのかって、だからおかしいんですよ。こんなことは分かっていて、何か違う、まあ、目的、それこそね、国民の目線を、まあ、そちらに寄せたいから、まあ、そういったために、えー、こういったニュースを意図的に出したんじゃないかと思うんですね。でこれはわからないですよっていうことで言うんですが、 えこの成田悠介というのはこのイエール大学っていうところにいるんですがこのイエール大学っていうのはアメリカのですねある組織の考えが色濃く反映されているんですね別にエリートとかそんなことじゃないんですよ安定した社会をですね乱す秩序を乱すそしてですねえそのえ今度、自分たちの都合のいいまあ理想の秩序だからまあマッチポンプっていうものですがそれをどんどん繰り返していくそういったものなんですねこのアメリカのイエール大学。 スカルボーンズって聞いたことあると思いますが、多分そういった考え方がこの成田悠介に入っていると思います。だからこういった話は左だ右だなんてそんなことしかわからないんですよ。そして分かったかのように、うん、成田悠介は左だな。こういう考え方を、えー、してる人間はどうそう,そうですよ。成田悠介の考え方っておかしいから僕は全く指示しませんよ。でもそれを一言でそんなことを言ってる人間にもわからない。で、こういったことが説明できないんですよ。多分、66調べてもいないからね。そして、まあ、SNS でね、えー、吠えているっていうね、何言ってるのかわけわかんねえよって僕は思って ってそういうことを思ってこの話をしてるんですがでこの成田悠輔の役割は何かっていうと日本国民国民間の水を生むそれが多分役割なんですよ外国勢力からの与えられた役割スポークスマンですねだから有名になってテレビに出てくるとで後でお伝えしていきますが、まあ、日本国民に対してのその水を作ることをやるとでこの手法っていうのはですね、えーまあ、よく使われるんですよ自民党もそうなんですね。 だからこの背後にまあ米がいて自民党とかまあこの成田悠介とかまあそういったスポークスマンにそういうことを言わせるまあ広告党として言わせるっていうことですね。でね何かっていうと例えば自民党とか米に批判が向かないようにしてるんですよ。でそういったことに気づく必要があるんですが全く気がつかないでなんかわけわかんないことを言ってる人がかなりいるっていうことですね。でえまあそのことはもうちょっと後で考えていきますがこの成田悠介っていうのはアメリカに永住権を取るとか取らないとかそんなニュースがあるんですけど取ったのかなアメリカに永住権を取ったのか。 だけどなんか不都合が生じたとかっていうんですけどいやいやいやわかるだろうって今まで何やってんだよって話なわけですよ。でどういうことかっていうとアメリカのイール大学の、まあ、助教授准教授の経済学者成田悠介があアメリカの永住権を取っ,た取って後悔したっていうことでね トイレが詰まって、まあね、火災報知機が誤作動してどうなこうの何だらかんだら深く後悔したいやいや分かってんだろうって住んでんだか,だからそういうことをいきなりこのニュースに出してくること自体おかしいしこの後の話がまたおかしいんですよだからこういったところでね国民の民度っていうのが分かるんですよね。成田雄介に対して 永住権,権を手に入れて、えー、アメリカでの清潔がどうのこうの頑張ってくださいとかね、うん、あの成田先生応援してますとか、アメリカはすごいって、いやいや、もう言ってることの意味が分かんないけど、いやいや、もう分かってるでしょ、アメリカの状況がっていうか、まあ,あ、この人間はスポークスマンでいろんなことを言ってると思うんだけどねで、それに分からずに、成田雄介は考え方が左なんだ、違うよ、この人間が。 最も支持されなないい理由は右とか左とかか左の問題じゃないんだよ大きなこれ問題を過去に言ったことがあるんですよ。あるコマーシャルですよ。キリンのコマーシャル。その時に言ったんですよ。高齢者の方に関して集団で自丸しろみたいなそういうことを言ったでしょ。ありえないでしょ、これ。これっていうのはだから ある思思想想に基づいいててんですよ優先思想っていうねそういったおかしいい考え方ですでそういったものをこの人間は染められてあるいはそれをい、e、いとして税として日本国民にそういうことを言ってる当然国民は理解できないでしょこんなの全く理解できるわけないしこういった人間がテレビに出てくること自体がおかしいんですよインフルエンサーとかふざけんなよってそう思ってる人多くいるんじゃないんですか僕はそう思ってますよ うん、だからこのキリ,ンキリンのコマーシャルね、えー、それに出たあこの成田悠介のこの優勢思想これにあのものすごく批判が出たんですよ。で今度キリンはですねその広告をまあ下げたんですが、えー、そのキリンの言い分としてはあ、ね、成田悠介の発言はああの過度なものがありましたっていうことなんですがうんあのー。 これはね、多分言わされてると僕は思ってるんです。別にあの成田悠介を支持しているわけじゃないですよ。大嫌いですから、こういうわけのわからないやつね。だけど、まあ、こういったことを言ったんですよね。何かって言ったら、あ高齢者の集団自慢とかね、えー、言ってるわけじゃないですか。意味がわからないでしょ。うん あの日本を支えてきた高齢者、あるいはですねこれはあの年代間の,あの分断を狙うその作戦を何て言うのかな、それを出してきたと思うんですが、そういう意味のわからないことを言ってるわけですね、高齢者がどうのこうのとかね、おそらくこの保険料のことを、医療保険料のことを言ってますが、それもデタラメなんですよ、国民がわからないことをい,いことによって、好き勝手、デタラメを言いますから、きちんとそういったものに関しては根拠がありますからね。 高齢者の方に対して調子が悪くなって話せなくなったら、ね、集団じまるしろとかあそういうことを言ってる時点で異常でしょはっきり言って言ってることがおかしいから異常だからね。 で、この発言がですね、えーまあ、アメリカ、ニューヨーク・タイムズでも出たんですよで。この EL 大学の言い分としては、成田悠介、独自の考え方で EL 大学は関係ないと言ってるんですが、EL 大学そのものがですね、その優先思想がありますから、まあ、なんかあるだろうなと僕は疑うんですね。何にもなかったら、こんなことは別にまあ、自分で勝手に思って言ったのかなんか知りませんけど、意味のわからない、わけのわからない、こういった人間がテレビに出てくること自体、国民にとってマイナスだと思いますが、そういったことを言ったと。 でこの話っていうのは結構有名なんですよ。なぜキリンはこう成田悠介みたいな人間をコマーシャルに使うのか、「ハッシュタグキリン風媒運動」って出たんですよね。うん、それはそうですよね。うん、だ,だけど、まあ、あ、これはこれで正しいんですよ。「ハッシュタグキリン風媒運動」ってのはそうなんですけど、外国勢力のこの、ね、手先であるえ、外国勢力のスポークスマンであるっていうこと。うん、おかしいでしょ、普通に考えて。なんで高齢者に対して集団自慢しろとかって言うんですかうん。 あのこれっていうのは違うものさしもあるんですが倫理的なことがまずおかしいっていうのがあるんですがえ経済的なこともおかしい、えー、もそうですしもうありとあらゆる点でおかしいんですよあのー、ねえ何、ー、て言っていいか分かりませんがいい大学の教授かなんか知らないけどどういうとこで上がってったのか知らないけど、うん、何にも社会が分かってないですね、うん、まあ分かってて言ってんだろうけどねそれがまた頭にくるんだけど何も社会が分かってないし分かってて言ってるわけ分からない話なんですがでこういったことってのは悪い方向に影響するんですよもう成田雄介っていう一定の影響 力があるでしょそういった人間がこういったことを言うことによってですねそれを見て子どもが思うんですよ子どもが例えば日本の高齢者がねいることによってその医療のねお金がどうのこうのとかっていうんですがこれってうのはもう作戦なんですね作戦が分かってるんで例えば日本であったらあ自民党にあの批判非難が向かないようにしてるんですよ。 例えば、こういう溝を作るんですね。若者と高齢者っていう二項対立構造があるんですよ。だから先ほど言ったように、左と右も同じですよ。だから、この成田悠介を左と言ってしまった時点で、このことってのはわからないんですよ。どういうあの両立構造が用意されているのかっていうのを考えないといけない。うん、しかし、そういうことを言う人がまずほとんどいないので、わかる人は分かりますし、僕はあの皆さんがいつも聞いていただいてるんで、僕のこの話がね、あの聞いていただいてる皆さんの一人でも役に立っていただければと思って、あの真剣に話してますから。 ただそうではなく意味の分からない批判・非難を言っていると。だからまず必ず2つ異なった2つを持ち出してきて水を作る例えば、ね、右と左もそうだし若者と高齢者。 じゃ国民間で、えー、溝ができることによって自民党が喜ぶんですよで自民党の後ろにはですね米がいてそういった大衆をどういうふうにしたらいいのかっていうことを多分考えてるんですよね、うん、だから僕たちっていうのはどうしたらいいのかっても答えは決まってるんですよ国民間でみんなで一致団結して、うん、自民党がおかしいってそうならないといけないんですよねしかしはそうならないようにまんまと引っかかって左だからなぁとかってね、うん、言いませんけど何にも分かってねえからちょっと黙ってると思うんですけどそういうこと言ってるやつね、うん ほ他のところでも言ってきてるんで僕はわけわかんないと思ってるんですがでこれっていうのはまあ米も英米の主なやり方であってその政府とかその国を統治しているものに批判が向かないようなこの作戦なんですよ統治方法なんですねこれを使ってるわけですよだから例えば今っていうのは 埼玉県のの外国人の問題とかかああるじゃないでですすれもそうですよ日本人と外国人が対立してその、ね、批判は政府に向かないように自民党に向かないようにってまんまとそれに踊らされてるってね踊らされてはいけませんから、うん、だ例えば、ね、その公務員の問題を叩いたり老人を叩いたり若者がどうのこうのだとにかく国民間の水を作ることが目的であることにいち早く気づく必要があるんですよ。で国民同士水をつあの作ってはいけないんですね。 なぜなら日本っていうのは別に年齢関係ありませんから高齢者中年若者をね全員で日本を支えていくことが必要ですから。うん 例えばですね、日本の中で言えば、自民党の売国奴たち、政治家ね、売国奴たちとかあ、その一部大企業とかっていうのは、その国民間にどんどん水を作るような、だからね、わざとお、まあ、その給付金とかも誰々に渡す、渡さないとか、そういうことをしてるんですよ。その根本的な構造が難しいんですが、それを分かる必要があるんですよ。そして、そういったものを仕掛けてる可能性がある、それに気をつけようと。そして、成田悠介は何かっていうと、それを、えーね、サポートする人間ですよ。サポートする外国勢力のスポークスマン、宣伝をしてるってことです。 だから国民間の何かを見つけては、あお、ねえー、る、うん。そして今度、おそらく高齢者の方の医療費であおると思うんですが、高齢者の別に医療費って全く関係ないんですよ。これ調べた人がいて、僕も今回の内容で調べて、あそうなのかなと思ったんですが、日本の医療費って実際は、あね、医療費の GDP の比率が7.9%で、うん、日本って、ねえーまあ、その世界各国、諸外国の中で低いんですよ。つまり全く問題がないんですね。それを、まあ、そういったふうに意図的に言ってると。 だから、ここからわかるじゃないですか。成田雄介のような人間を信じてはいけないんですよ。あの、別に誤解がないようにお伝えしますが、別に僕を信じろとかね、そんなことは言いませんよ。僕は別にそこら辺にいるね、あの一般人ですから、わかる限り精一杯、えー、お,お話ししてますしね、その話す内容が、ーリーサー様とね、共感あのできるものがあれば何よりだと思ってますが、そうじゃないんですよ。有,有名な人間とかね、インフルエンサーとか、人気があるからとか、そんなことで信じてはいけないんですよ。まず内容を考えないといけない。 そしてどういった仕掛けがそこにあるのかっていうね常にこの、まあ、そういったまあ難しい話ですが、まあ、D の S の仕掛けがあるんですよそこにはね、うん、でその仕掛けに全く気がつかずに成田悠介は左なんだとかねでこれはまあちょっと話が違うから言いませんけど令和が左なんだっていうのも同じ理論ですよまるっきり何も分かってませんから例えば 今回の成田雄介の件であれば、その国民間の水を作る役割、国民に対して対立している側の人間である。だから信じない。その理解が正しいんですよ。ただそうではない。うん、で、例えばそのさっきの例はであれば、日本国民のことを考えているから応援する。それであれば、あね至極、うん、まともな考え方なんですが、そうはいかないんですよ、うん。で、問題は何かっていうと、とにかく今そうですね。自民党に批判が向かないような、 こういったことが繰り広げられるんででそれにみんなで気をつけていきましょう多分この話はご存知の方はいらっしゃるかもしれないですがここ最近この成田悠介の話が話題になっておりましたので僕もいろいろ調べて分かる限りということでお話しいたしましたあ参考になっていただける点がですね1つ2つぐらいは入ってると思いますので、まあ、そんな感じで今回は終わります皆さんもいつも聞いていただいて本当ありがとうございますだからこういった話をですねしてる人がいますけど全然違うことを言ってるであの間違ってる可能性がありますから 成田雄介本人もね、成田雄介本人っていうのは間違ってるんですよ。ただそれは外国勢力のスポークスマンで、こういうことを言え、ああいうふうに言えって普通は断るんですが断らないと。で例えば SNS でもそういったことに関して意味のわからないことを言ってる人間がいるんで気をつけましょう。ということで今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。